劣勢とは、キリスト教で、聖人数計を行う教会が、信仰の模範となるにふさわしい信者を、聖人の地位に挙げることを言う。死後に行われる。カトリック教会においては、徳と聖性が認められた副者が、聖人の地位に挙げられることを言う。聖教会にも、劣勢制度はあるが、副者と聖者を分けることはしない。このため、聖教会での劣勢は、聖,聖が認められた信者が、 成人の地位に挙げられることを言う。マイスターフォン・メスキル秘・ヒ策聖、キプリアヌス・カトリック教会では、生前、その生き方において、特と生成を示していたと思われる人に関しては死後、申請が行われることによって、烈腹、劣勢調査が始められることがある。調査では、まず地域司教の管轄下で調査が行われ、成人にふさわしいと判断されて初めて、 ローマ教皇庁の劣勢省での調査が開始される。劣勢においては、その人物の取り次ぎによる奇跡が必要とされるが、殉教者についてはその限りではない。通常は早くても、本人の死後数十年、場合によっては数百年という長い年月をかけて、調査は行われる。こうして厳しい審査を終えて、教会において、成人の位置に加えるのがふさわしいと判断されると、 バティカンのサンピエトロ大聖堂において教皇によって劣勢が宣言される。すべての聖人はその記念日を持っており、古代の聖人などを除けば通常は命日がそれに当たっている。副社と違い、聖人は全世界的に祝われる。近年、死後わずか数年で聖人となった現代聖人がいる。 聖テレーズンが成人となった1925年5月25日日本人の成人は、豊臣秀吉時代に長崎で殉教した日本26成人のうちの20人を、はじめ、多数いる。聖教会では、古代より伝統的に成人とみなされてきた人々に加え、模範的な信者を成人と呼ぶことがある。特に劣服、劣性調査のような制度はなく、 自治協会以上の教会会議で成人の位置に加えるのがふさわしいと判断され劣勢が宣言されるとその教会の聖人録に乗せられ自動的に世界的に祝われうることになるただし一元的な管理が行われているわけではないため数形には地方ごとに特色がありそれぞれの地方であまり知られていない成人の祝いは行われないことがあるまた 方針例に用いる聖人の称号も地方によって異なることがある。日本ハリストス聖教会はロシア聖教会の庇護下にあるため、ロシアから伝えられた聖人録にその後加えられた聖人を随時追加して抗議等などに使用している。日本人の聖人は2004年現在ではおらず、日本の聖教会に関係ある聖人には日本に聖教会を伝えた。 初代日本大主教、ニコライ・カサート・キン、初代の京都主教で、後、ロシアに帰り、ロシア革命の最知名したアンドロニク・ニコリスキーの二人が、いる。ニコリスキーの劣勢時の正式な称号は、新品知名者、ペルミの大主教、聖アンドロニクであるが、日本では、京都の主教、聖アンドロニクとも呼ぶ。新知名者として劣勢されたロシア皇室一家、王女、タチアナ、 王女、アナスタシア、王女、マリア、王女、オルガ、皇帝ニコライ二世、皇后、アレクサンドラ、アレクセイ皇太子、ありがとうございます。